こんにちは、柴田です。今回はディレイを鳴らし比べていきたいと思います。4種類鳴らしていきます。まず1つ目はボスの DD3、 長きにわたり愛用されているディレイです。そして TC エレクトロのフラッシュバック、名機ですね。これもね、大人気ですよね。そしてズームの MS50G に入っているマルチエフェクターのディレイで、最後はこちらエコーマン。ちょっと聞き覚えはないんですけれども、なんとなく聞き覚えがあるという、このロゴとこの名前、多分ね、メモリーマンからインスパイア、オマージュされたような感じなのかなというところでございます。じゃあまずはですね、ボスのオーソドックスな DD3 から。長年愛用しているんでね、これがね、もうね、ディレイの音、僕の中でのディレイという風な感じになっております。続いてズームの MS50G いきましょう。若干硬さがありますよね。ちょっとボス鳴らしますね。MS50G というふうな感じで、硬さがあって若干ハイがね、キーンとしてるような感じですね。続いて名機フラッシュバックの2290ですね。2290そのものという風な感じで、デジタルだけど温かい、これボスよりもね、柔らかいですよ。フラッシュバック、これで、あとね、アナログとかね、テープもあるんでね、これアナログ、MS50G にもアナログがあるんで、ちょっと鳴らしてみましょうかね。ぽさはありますけど、やっぱり広がり具合はね、実際のアナログとは全然違うと。してますよね。そして気になっているエコーマンですね。これはアナログなんですよ。世界に連れてかれますね。テープエコーみたいな感じですね。ちょっと TC エレクトロのフラッシュバックのテープエコー、これも優秀ですね。非常に安心感がありますね。メモリーマン鳴らしたことがないからな、このエコーマン。浮遊感があるんですよね。
癖になるな、魅惑のエコーマンというふうな感じでしょうか。ちょっとメモリーマンをね一回弾いてみたいなというところではございますが、ディレイもね様々なんで、お好みのものを見つけてみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。